最新データが明かす通信大手3社の真の姿、投資で生活を豊かに。こんにちは、気楽です。前回の記事では通信株の魅力と NTT、KDDI、ソフトバンクの事業戦略を解説し、投資戦略別に最適な銘柄をご提案しました。今回の動画では最新のデータをもとに NTT、KDDI、ソフトバンクの割安性、株主還元、効率性、安定性、キャッシュ生成能力、成長性を分析評価し、各社の投資価値を客観的に評価します。これはまるで通信業界の巨人たちを健康診断にかけるようなものです。各社の財務状態は巨人たちの心拍数、血圧、コレステロール値のようなものです。具体的な分析方法としては PR などの株価指標や営業利益率などの財務指標を比較します。難しそうと感じる方もいるでしょう。しかし心配はいりません。これらの指標を投資初心者でも理解できるよう分かりやすく解説します。このような分析により通信大手3社の詳細な株価評価と財務評価を理解できます。結果として他の投資家たちと差をつける深い洞察と客観的な評価に基づいた投資判断を行うことができるようになります。他の投資家が見落としがちな重要な指標や情報を発見し、それを投資判断に生かすことで群衆とは一線を画す投資家になれるでしょう。それではよろしくお願いいたします。割安性指標、通信大手3社の割安度予想 PR。 予想 PR は現在の株価を1株あたりの予想利益で割った値です。この指標は企業の将来の成長性や現在の株価の割高、割安を判断するのに役立ちます。では具体的にどのように計算し、どう解釈すればいいのでしょうか。予想 PR は現在の株価を1株あたりの予想利益で割って求めます。予想利益って何と思われるかもしれません。これは企業が予測する来年度の利益のことです。予想 PR はいわば企業の未来価値メーターのようなものです。高すぎればバブルの風船のように膨らみすぎているかもしれませんし、低すぎればセール品の値札のように見逃せない機会かもしれません。それでは NTT、KDDI、ソフトバンクの3社の過去3年間の予想 PR の推移を分析してみましょう。 NTT の予想 PR、 2024年7月17日時点の NTT の予想 PR は 12.2 倍となっています。また過去3年間の最大値は13倍でした。現在の数値はこれをやや下回っています。そのため過去3年間の最高値と比べると現在の PR は若干割安です。しかし過去3年間の平均値は 11.4 倍です。現在の予想 PR はこの平均をやや上回っています。さらに過去3年間の最小値は 9.4 倍でした。現在はこれを大きく上回っています。総合的に見ると NTT の現在の予想 PR は過去3年間の範囲内にあります。極端な割高感や割安感はありませんが、平均よりやや高めです。つまり今すぐ飛びつくほどの大バーゲンではありませんが、かといって手が届かないほど高騰しているわけでもありません。 KDDI の予想 PR、 2024年7月17日時点の KDDI の予想 PR は 13.7 倍となっています。まず過去3年間の最大値は 16.0 倍でした。現在はこれを下回っています。しかし過去3年間の平均値は 13.5 倍で、現在の予想 PR はこれとほぼ同じです。つまり今の株価は平均的な価格帯にあるのです。これはKDDI の株価が今ちょうど適正な水準にある可能性を示唆しています。では過去の最安値と比べるとどうでしょう。過去3年間の最小値は 11.3 倍でした。現在はこれを上回っています。 KDDI の現在の予想 PR は過去3年間の範囲内にあり、特に平均値とほぼ同じです。つまり極端な割高感も割安感もありません。これは KDDI の株価が現在比較的安定した適正な水準にある可能性を示しています。ソフトバンクの予想 PR、ソフトバンクの予想 PR について詳しく見ていきましょう。2024年7月17日時点でのソフトバンクの予想 PR は 19.3 倍です。現在の予想 PR19.3 倍は過去3年間の最大値である 22.4 倍を下回っているものの、かなり高い水準にあることがわかります。このことから現在の株価は過去3年間の最高値に近い比較的割高な水準にあると言えるでしょう。次に過去3年間の平均値 15.8 倍と比べてみると、現在の予想 PR はこれを大きく上回っています。実に約 22% も高い水準なのです。さらに過去3年間の最小値 12.6 倍と比較すると、現在の予想 PR はこれを大幅に上回っています。なんと現在の予想 PR は最小値の約 1.5 倍にも達しているのです。総合的に見るとソフトバンクの現在の予想 PR は過去3年間の範囲内にはありますが、その上限に近い高い水準にあります。3社の比較分析、3社の予想 PR を比較分析すると興味深い傾向が浮かび上がります。まず注目すべきは3社とも現在の予想 PR が過去3年間の平均値を上回っているという点です。なぜ3社とも現在の予想 PR が過去3年間の平均値を上回っているのかと疑問に思われるかもしれません。
これは通信業界全体に対する投資家の期待が高まっていることを示唆しています。具体的には 5G の本格的な展開やデジタルトランスフォーメーション DX の加速など業界全体の成長要因が投資家の評価に反映されていると考えられます。次に各社の予想 PR の水準と変動幅の違いにも注目する必要があります。ソフトバンクの予想 PR が最も高く 19.3 倍かつ変動幅も最大であることは投資家がこの企業に対して最も高い成長期待を持つ一方で不確実性も高いと判断していることを示唆しています。例えるならソフトバンクはハバネロチョコレートアイスのようです。甘さと辛さが絶妙に混ざり合い一口食べるごとに味の変化を楽しめます。しかしその強烈な刺激は誰もが好むわけではなくハードコアな味覚冒険家リスク先行的な投資家向けです。つまりソフトバンクのより積極的な事業展開や新規分野への投資などが評価されつつもその戦略に伴うリスクも認識されていると考えられます。対照的に NTT の予想 PR が最も低く 12.2 倍変動幅も最小であることはこの企業が安定した業績と堅実な成長を期待されていることを表しています。なぜ NTT はこのような評価なのかと思われるかもしれません。これはNTT の規模や市場での地位、多角化された事業ポートフォリオなどがこの安定した評価につながっていると考えられます。まるで NTT はバニラアイスのようです。安定した甘さと馴染みのある風味で幅広い層に愛される定番中の定番です。味の変化は少ないもののその一貫した品質と信頼性で多くのファンを獲得しています。一方 KDDI は予想 PR 13.7 倍と変動幅の両面で中間に位置しており安定性と成長性のバランスが取れた企業として市場に評価されていることが伺えます。まるでストロベリーアイスクリームのように甘さと酸味のバランスが絶妙で多くの人に好まれるフレーバー銘柄です。投資家はそのバランスの良さに魅力を感じているのです。すなわち KDDI の堅実な財務体質と積極的な 5G 投資などがこの評価に反映されていると考えられます。さらに現在の予想 PR と過去3年間の平均値との乖離を比較するとソフトバンクが最も大きく現在値が平均値より 22% 高い、次いで NTT が 7% 高い、KDDI はほぼ平均値と同等です。このような違いは各社の最近の業績動向や将来の成長戦略に対する市場の評価の違いを反映していると考えられます。これらの分析からNTT が安定性重視の投資家に、ソフトバンクが成長性重視の投資家に、そして KDDI がバランス重視の投資家に、それぞれ好まれている可能性が高いことが示唆されます。ネットキャッシュ比率。ネットキャッシュ比率とは、資産総額に対する資金の豊富さを測る尺度です。これは、まるで企業の財布の中身を覗き見るようなものです。ネットキャッシュと、ネットキャッシュ比率の定義については、長者番付1位となった、伝説のサラリーマン投資家、清原達郎氏の、ネットキャッシュ比率の定義を採用しています。ネットキャッシュ比率が1の企業については会社がタダで買えるほど割安であり数字が大きいほど割安と判断できます。また清原氏曰くネットキャッシュ比率が1を超えている企業についてはタダで会社をもらった上で現金までもらえるほど割安だとされています。より詳しい内容については清原達郎氏の我が投資術市場は誰に微笑むかをご覧ください。通信3社のネットキャッシュ比率はこちらの通りです。まず3社すべてのネットキャッシュ比率がマイナスであることが注目されます。具体的には、NTT がマイナス 0.71、KDDI がマイナス 0.38、ソフトバンクがマイナス 0.64 となっています。つまり、3社とも負債が流動資産と投資有価証券の 70% の合計を上回っていることを意味します。この中で、KDDI が最も高い、言い換えればマイナス幅が小さいネットキャッシュ比率を示しています。これは何を意味するのでしょうか？これは、KDDI が3社の中で最も財務的に健全であり、負債と資産のバランスが比較的良好であることを示しています。一方、NTT とソフトバンクはより低い、言い換えればマイナス幅が大きいネットキャッシュ比率を示しています。特に NTT は3社の中で最も低い値となっており、これは同社の負債が相対的に大きいことを示唆しています。なぜ NTT のネットキャッシュ率が低いのかと疑問に思った方もいるかもしれません。実は、通信業界は設備、投資が大きく、負債比率が高くなる傾向があります。つまり、NTT の将来の成長のための投資が、現在の数値に影響を与えている可能性があるのです。ソフトバンクについては、NTT と KDDI の中間的な位置にありますが、それでも依然としてマイナスの値が大きいことから、財務面での課題があることが示唆されます。しかしながら、これらの数値を解釈する際には、慎重になる必要があります。なぜなら、先ほど申し上げたように通信業界は設備投資が大きく負債比率が高くなる傾向がありますが、それが必ずしも企業の価値や将来性を損なうものではないからです。むしろ積極的な投資が将来の成長につながる可能性もあります。総合的に見ると KDDI が最も財務的に健全であり NTT とソフトバンクには改善の余地があると言えるでしょう。
総合的な割安性の評価、NTT、KDDI、ソフトバンクの3社について、予想 PR、TBR、ネットキャッシュ比率に基づいて、総合的な割安性を評価し、丸、三角、×の3段階で表します。NTT の割安性の評価、NTT は、予想 PR と TBR が3社の中で最低で、割安感を示唆しています。なぜ NTT の株価は割安なのでしょうか？その理由の一つとして、ネットキャッシュ比率が3社の中で最低であることが挙げられます。これは、NTT の財務リスクが比較的高い可能性を示しています。NTT は、古い型の高級セダンのようなものです。購入価格、予想 PR と TBR は3台の中で最も安く、一見お得に見えます。しかし、燃費、ネットキャッシュ比率が最も悪いため、長期的には維持費がかかる可能性があります。つまり、初期投資は低いものの、将来的なコストに注意が必要な車と言えるでしょう。したがって、予想 PR、TBR の観点からは、NTT が最も割安と判断できるものの、ネットキャッシュ比率が3社の中で最も低いため、NTT は三角としました。KDDI の割安性の評価。一方、KDDI は3つの指標すべてにおいて中間的な位置にあります。これは、KDDI が極端な強みや弱みを持たないバランスの取れた企業であることを示唆しています。特に、ネットキャッシュ比率が最もゼロに近いことは、財務面での安定性を示しています。そのため、全体としてバランスの取れた評価を受けていると言えます。KDDI は、バランスの取れた中級車のようです。価格、予想 PR と TBR は中程度で、燃費、ネットキャッシュ比率も最も効率的です。この車は、初期投資と維持費のバランスが取れており、多くのドライバーにとって、最も実用的な選択肢かもしれません。したがって、財務安定性を重視する場合、KDDI が最も魅力的に見えるため、KDDI は、丸としました。ソフトバンクの、割安性の評価。ソフトバンクの財務資料を見ると、興味深い特徴が浮かび上がってきます。予想 PR と TBR が最も高いのは、悪いことなのではと思われた方もいるでしょう。実は、これは市場がソフトバンクに高い成長性を期待していることを示しています。つまり、投資家たちはソフトバンクの将来に大きな可能性を見出しているのです。なお、ネットキャッシュ比率は3社の中では中間的な位置にあります。ソフトバンクは最新型のスポーツカーに例えられます。価格、予想 PR と TBR は3台の中で最も高く、高性能で将来性があることを示唆しています。しかし、その高い価格は、現時点では割高感があることも意味します。燃費、ネットキャッシュ比率は中程度ですが、高い初期投資が必要なため、慎重な検討が必要でしょう。したがって、成長性への期待が高いのはソフトバンクですが、同時に割高感も強いため、×としました。株主還元指標、通信株の株主還元力、株主還元政策、NTT、KDDI、ソフトバンクは、それぞれ特徴的な株主還元政策を展開しています。まず、NTT は株主還元を最重要課題の一つと位置付け、継続的な増配と機動的な自己株式取得を基本方針としています。同社は14期連続の増配を実現しており、2024年度の年間配当予想は1株あたり 5.2 円と、前年度から 0.1 円の増加を見込んでいます。特筆すべきは、2003年度の配当額 0.5 円から、2023年度の配当額 5.1 円へ、10倍以上に配当額が増加している点です。さらに、NTT は長期保有の株主の資産形成を重視しており、企業価値の向上と株主還元の充実を通じて魅力ある投資先であり続けることを目指しています。例えるなら、NTT は老舗の高級日本料理店のようです。毎年少しずつメニューを改良し、値段を少しずつ上げながらも、14期連続増配、長年の常連客、長期保有株主を大切にしています。一方、KDDI は NTT よりも長期にわたる増配実績を持っています。具体的には、2002年度から22期連続の増配を達成しており、配当成功 40% 超を目標に掲げています。同社の特徴は、高い配当成功と利益成長に伴う EPS の成長を両立させることで、持続的な増配を実現しようとしている点です。このような方針は、株主還元に対する積極的な姿勢を示すものと言えます。KDDI は、人気のファミリーレストランのようです。22年間連続で料理の分量を増やし続け、22期、連続増配、お客様の満足度 40% 以上、配当成功 40% 超を目標にしています。メニューの種類、EPS を増やしながらも、各料理の量、配当も増やすという、強力な戦略をとっています。そして、ソフトバンクは、年2回中間期末の配当を基本方針としつつ、業績動向、財政状態、キャッシュフローの状況などを、総合的に勘案して配当を決定しています。2025年3月期の年間配当予想は1株あたり86円中間43円、期末43円となっています。ソフトバンクの特徴としては、5G のさらなる高度化のための設備投資や、新規事業への投資と、株主還元のバランスを重視している点が挙げられます。つまり、
同社は通信事業と新規事業での成長を続けながら、企業価値の向上と安定的な利益還元の両立を目指しているのです。例えるなら、ソフトバンクは最新のトレンドを取り入れた創作料理レストランのようなものです。年に2回、春と秋にメニューを大幅に変更し、年2回の配当、客の反応、業績動向やその時々の食材の状況、財政状態を見ながら柔軟に対応しています。では、どの会社の株主還元政策が一番いいの？と迷われる方もいるでしょう。実は、これには正解がありません。なぜなら、投資家の皆さんは自身の投資スタイルや期待するリターンに合わせて投資先を選択する必要があるからです。例えば、長期保有を考えている方には NTT、安定的な高配当を求める方には KDDI、成長と配当のバランスを重視する方にはソフトバンクが適しているかもしれません。配当利回りの推移。まず、NTT の配当利回りは2020年3月期の 3.69% から2024年3月期には 2.83% まで低下しましたが、2025年3月期には 3.23% に回復する見込みです。NTT はリンゴの木のようです。2020年には豊作で 3.69% のみ配当利回りをつけましたが、その後少し不作の時期があり 2.83% まで収穫量が減りました。しかし、来年2025年3月期には 3.23% まで回復する見込みで、再び豊作に向かっています。リンゴの木は年によって収穫量が変動しますが、長期的には安定した実りを期待できる樹木です。一方、KDDI の配当利回りは 3.12% から 3.61% の範囲で推移しており、比較的安定しています。KDDI は、オレンジの木に例えられます。3.12% から 3.61% の範囲でに配当利回りをつけ続けており、年間を通じて安定した収穫量を維持しています。オレンジの木は気候の変化にも強く、コンスタントに実をつける特性があります。投資家にとっては予測しやすく安定した収入源となるでしょう。これに対し、ソフトバンクは3社中最も高い配当利回りを維持していますが、6.18% から 4.30% へと低下傾向にあります。ソフトバンクは熱帯のマンゴーの木のようです。3社の中で最も豊作で 6.18% という高い収穫量、配当利回りを記録しました。しかし、徐々に収穫量が減少し、現在は 4.30% となっています。マンゴーの木は非常に豊かな実りをもたらしますが、気候や栽培条件によって収穫量が大きく変動する特性があります。高い収益を期待できる一方で、変動リスクも高いと言えるでしょう。年間配当金の推移、次に年間配当金の推移を見てみましょう。NTT の年間配当金は着実に増加しており、2020年3月期の 3.8 円から2025年3月期予想では 5.2 円まで上昇しています。例えるなら、NTT の年間配当金はまるで健康的な竹林のように着実に成長しています。同様に、KDDI も増配を続けており、115円から145円へと上昇しています。例えるなら、KDDI の配当金は肥沃な土地に植えられた果樹のようです。115円という実りある果実から145円というさらに大きく甘い果実へと成長しています。しかしながらソフトバンクは対照的に2021年3月期に86円に増配して以降同水準を維持しています。ソフトバンクの配当金は対照的に成熟した常緑樹のような安定性を示しています。2021年3月期に86円という立派な葉を茂らせて以降その豊かな緑を保ち続けています。突然の成長はありませんが、四季を通じて変わらぬ姿を保つ常緑樹のように、安定した配当を維持しているのです。増配率の分析。さらに、増配率を分析すると、NTT は毎年増配を続けており、増配率は 4% から 11% の範囲で推移しています。これはまるで、毎年少しずつ成長する盆栽のようです。丁寧に手入れされ、着実に枝を伸ばしていく姿が目に浮かびます。また、KDDI も安定した増配を行っており、4% から 8% の増配率を維持しています。これは、安定した歩幅でジョギングを続けるランナーのようです。ペースを守りながら、確実に前進を続けています。一方で、ソフトバンクは2021年3月期に 1% の増配を行った後、配当金を据え置いています。これは、マラソンでいうところの、一度だけスパートをかけた後、ペースを落として持久走に切り替えたランナーのようです。ソフトバンクは、一度のスパートで勢いを増した後、今はエネルギーを蓄え、次のチャンスを狙っているのです。株主還元の総合評価、NTT、KDDI、ソフトバンクの株主還元策を総合的に評価し、丸、三角、×の3段階で表します。この評価は、配当政策、配当利回り、配当成長性、株主優待制度を考慮に入れて行います。NTT の評価は、丸としました。NTT は株主還元を最重要課題の一つと位置付け、14期連続の増配を実現しています。2003年度と比較すると、現在の配当額は10倍以上に拡大しており、長期的な株主価値向上に重点を置いています。
配当利回りは業界平均程度ですが、毎年の増配率が 4% から 11% と高く、安定した配当成長を示しています。株主優待制度も長期保有を促す設計となっており、2年以上の保有で最大3000ポイントを付与しています。総合的に見て、NTT の株主還元策は充実していると評価できます。KDDI の評価は、丸としました。KDDI は2002年度から22期連続の増配を達成しており、配当成功 40% 超を目標に掲げています。配当利回りは 3.12% から 3.61% の範囲で安定しており、増配率も 4% から 8% を維持しています。株主優待制度は3社の中で最も充実しており、1年以上の保有で最大3000円相当の特典を提供し、選択肢も多様です。KDDI の特徴は、高い配当成功と利益成長に伴う EPS の成長を両立させることで、持続的な増配を実現しようとしている点です。このような方針は、株主還元に対する積極的な姿勢を示すものといえ、総合的に高く評価できます。ソフトバンクは、三角と評価しました。ソフトバンクは年2回中間期末の配当を基本方針としつつ、業績動向や財政状態などを総合的に勘案して配当を決定しています。配当利回りは3社中最も高く 4.30% から 6.18% の範囲で推移していますが、低下傾向にあります。配当金は2021年3月期に86円に増配して以降同水準を維持しており、増配による株主還元の強化は見られません。株主優待制度はシンプルで、1年以上の保有で1000ポイントを固定で付与しています。ソフトバンクの特徴は、5G の設備投資や新規事業への投資と株主還元のバランスを重視している点です。高配当利回りは評価できますが、配当成長性や株主優待の充実度では他の2社に劣ります。総合的に見ると現状維持的な株主還元策であり、改善の余地があると言えるでしょう。効率性仕様。通信大手3社の効率性。 NTT の効率性。 NTT の効率性指標は3社の中で重要な位置にあります。まず営業利益率は直近の2024年3月期で 14.38% であり、過去5年間で 13-14% 台を維持しています。同様に経常利益率も 13-14% 台で安定しています。一方当期利益率は 9.57% と KDDI には及ばないものの、ソフトバンクを上回っています。さらに ROE は 13.90%、ROA は 4.66% と安定した水準を保っています。このように NTT は全体的に安定した経営指標を示しています。 NTT の経営は例えるなら荒波にも動じない大型客船のようです。急激な変化はありませんが、着実に目的地に向かって進んでいるのです。 KDDI の効率性。 KDDI は3社の中で最も高い効率性を示しています。特に営業利益率は直近で 16.71%、過去5年間では 18-19% 台を維持しており、3社中最高です。また、経常利益率も 17.25% と高水準です。加えて、当期利益率は 11.09% で、これも3社中トップです。ROE に関しては 12.30% と、ソフトバンクには及びませんが、ROA は 4.89% と、3社中最高です。したがって、KDDI は総合的に見て、最も効率的な経営を行っていると言えます。ソフトバンクの効率性。ソフトバンクは特に ROE で際立っています。実際、直近の ROE は 21.25% と3社中、ダントツのトップとなっています。しかしながら、営業利益率は 14.40%、経常利益率は 13.25% と KDDI には及びませんが、NTT と同程度の水準です。また、当期利益率は 8.04% と3社中最も低くなっています。同様に、ROA も 3.24% と3社中最低ですが、これは総資産の規模が影響している可能性があります。総合的な効率性の評価。 NTT、KDDI、ソフトバンクの効率性を総合的に評価し、丸、三角、バツの3段階で表します。この評価は営業利益率、経常利益率、当期利益率、 ROE、ROA を考慮に入れて行います。 NTT は三角と評価しました。その理由として、営業利益率、経常利益率、当期利益率、ROE、ROA のすべての指標において安定した重要な位置を維持していることが挙げられます。大きな変動がなく安定した経営を示しており、総合的に見て平均的な効率性を示しています。例えるなら、 NTT は長年愛されている老舗の定食屋さんのようです。メニューは特別派手ではありませんが、どの料理も安定した味を提供しています。営業利益率、経常利益率、当期利益率、ROE、ROA という5つの定食メニュー、すべてにおいてバランスの取れた味を出しています。まとめると、NTT はすべての指標で安定した重要な位置を維持しており、堅実な経営を行っていると言えます。KDDI は、丸と評価しました。
KDDI は営業利益率、経常利益率、当期利益率で3社中トップの数値を示し、ROA も3社中最高となっています。ROE はやや低めですが、全体的に高い効率性を示しており、総合的に見て、最も効率的な経営を行っていると言えます。例えるなら、KDDI は、ミシュランの星を獲得した高級レストランのようです。営業利益率、経常利益率、当期利益率、ROA という4つの看板料理で、最高の評価を得ています。ROE というデザートはやや控えめですが、全体的な味のバランスと、質の高さで、他を圧倒しています。まとめると、KDDI が3社の中で総合的に高い効率性を示しており、丸と評価しました。特に利益率関連の指標で優れた数値を示しています。ソフトバンクは三角と評価しました。ソフトバンクの特徴は ROE が突出して高いことです。しかし、当期利益率と ROA は3社中最低となっています。他方で、営業利益率と経常利益率は NTT と同程度ですが、指標間のばらつきが大きく、効率性に課題がある面も見られます。例えるなら、ソフトバンクは実験的な料理を提供するモダンなフュージョンレストランのようです。ROE という斬新な一品で驚きと称賛を集めていますが、当期利益率と ROA というサイドディッシュはやや物足りない評価です。まとめると、ソフトバンクは ROE で突出した数値を示していますが、他の指標では改善の余地があり、効率性にばらつきが見られます。安定性指標、通信大手3社の財務安定性、通信業界の自己資本比率の特徴。自己資本比率は、企業の財務健全性を示す重要な指標の一つです。具体的には、この比率は総資産に対する自己資本の割合を表します。一般的に、高い自己資本比率は、企業の財務的な安定性と長期的な支払い能力の高さを示唆します。これは、企業が財務的に強固な城壁を築いているようなものです。自己資本比率が高いほど、その城壁は厚く、外部からの攻撃、経済的な困難に耐えられる能力が高くなります。しかしながら、通信業界は大規模な設備投資が必要なため、他業種と比較して自己資本比率が低めになる傾向があります。しかし、その投資が将来的に多くの顧客を引きつけ、長期的な収益をもたらすのです。3社の自己資本比率比較。それでは、3社の自己資本比率と財務状況を比較してみましょう。NTT は 36.8%、KDDI は 41.0%、ソフトバンクは 25.4% の自己資本比率を示しています。まず、NTT の財務状況を見てみると、総資産は29兆6042億円、純資産は10兆8931億円、固定資産比率は 71.9% となっています。次に、KDDI の状況は、総資産が14兆1461億円、純資産が5兆7972億円、固定資産比率が 69.9% です。最後に、ソフトバンクのデータを見てみると、総資産は15兆5219億円、純資産は3兆9356億円、固定資産比率は 66.1% となっています。これらのデータを分析すると、まず目につくのは KDDI が最も高い自己資本比率を示していることです。このことから、KDDI は3社の中で財務的な安定性が最も高いと言えるでしょう。KDDI は、まるで堅固な城壁を持つ要塞のようです。高い自己資本という厚い城壁が、経済の嵐から企業を守っているのです。一方、NTT は2番目に高い自己資本比率を維持しています。また、総資産規模が3社の中で最も大きいことから安定した財務基盤を持っていることがわかります。NTT は広大な領土を持つ大国のようなものです。豊富な資産という広い国土が企業の安定性と成長の可能性を支えています。他方で、ソフトバンクの自己資本比率は3社の中で最も低くなっています。これはより積極的な財務レバレッジ戦略を採用している可能性を示唆しています。ソフトバンクは高性能のレーシングカーのようなものかもしれません。軽量で機動性が高い一方で、急カーブでは慎重な運転が必要です。さらに、固定資産比率に注目すると、3社とも 60% 以上と高い水準にあることがわかります。これは通信業界特有の大規模な設備投資の必要性を反映していると言えるでしょう。3社はそれぞれが巨大な宇宙ステーションを運営しているようなものです。高価な設備固定資産なしでは宇宙空間通信市場で事業を展開することはできません。特筆すべきは NTT の固定資産比率が最も高いことです。これは大規模なインフラ投資を行っていることを示唆しています。NTT は最も大きな宇宙ステーションを持つ宇宙開発企業のようです。巨大な設備投資は長期的な競争力につながる可能性があります。一方で、ソフトバンクは相対的に低い固定資産比率を示していますが、これは異なる事業戦略や資産運用方針を反映している可能性があります。ソフトバンクは、より小型で機動性の高い宇宙船体を運用しているのかもしれません。状況に応じて迅速に方向転換できる柔軟性を持っているのです。総じて、3社はそれぞれ異なる財務戦略をとっているものの、
いずれも通信業界の特徴を反映した財務構造を持っていることがわかります。総合的な安定性の評価、NTT、KDDI、ソフトバンクの安定性を総合的に評価し、丸、三角、×の3段階で表します。この評価は、自己資本比率、固定長期適合率を考慮に入れて行います。NTT は、丸と評価しました。自己資本比率が 36.8% と、比較的高く、さらに固定長期適合率も 102.5% と、3社中最も低いことから、財務的安定性が最も高いと判断しました。加えて、総資産規模も最大であり、安定した財務基盤を持っています。KDDI は、三角と評価しました。自己資本比率が 41.0% と、3社中最も高いものの、固定長期適合率が 121.0% とやや高めです。したがって、財務的には安定していますが、固定資産の一部を短期的な資金で賄っている可能性があります。ソフトバンクは、×と評価しました。自己資本比率が 25.4% と、3社中最も低く、また固定長期適合率も 121.5% と高いです。このことから、より積極的な財務レバレッジ戦略を採用している可能性がありますが、同時に相対的に財務リスクが高いと考えられます。キャッシュフロー仕様。通信大手3社の、キャッシュフロー、NTT、KDDI、ソフトバンクの、過去10年間の、キャッシュフロー推移を分析します。営業キャッシュフロー。営業キャッシュフローは、企業が本業から得た、現金の流入と流出を示す指標です。まず、NTT の営業キャッシュフローは2015年度の2兆3918億円から2024年度の2兆3742億円までおおむね安定して2兆円台後半を維持しています。特に2021年度から2022年度にかけては3兆円を超える高水準を記録しました。一方、KDDI は2015年度の9622億円から着実に増加し、2024年度では1兆7065億円に達しています。このことから安定した成長を示していることがわかります。そして、ソフトバンクは2015年度のデータがありませんが、2017年度の8908億円から2024年度の1兆2397億円まで緩やかな上昇傾向にあります。まとめると、3社ともに営業キャッシュフローは安定的に成長しており、特に KDDI の成長が顕著です。営業キャッシュフローマージン。営業キャッシュフローマージンは、売上高に占める営業キャッシュフローの割合を示したものです。この割合が高いほど、企業が売上から多くの現金収入を得ていることを意味し、現金を稼ぐ能力が高いと判断できます。なお、マーケットハック流世界一わかりやすい、米国式投資の技法によると、営業キャッシュフローマージンは、理想として 15% から 35% 程度あると素晴らしいとされています。それでは、NTT、KDDI、ソフトバンクの3社の営業キャッシュフローマージンを、比較分析してみましょう。NTT の営業キャッシュフローマージン、NTT の営業キャッシュフローマージンは2015年3月期から2024年3月期まで 17.21% から 25.61% の範囲で推移しています。特に2020年3月期から2022年3月期にかけて24から 25% 台の高い水準を維持していました。しかしながら、直近2年は17から 18% 台に低下しています。KDDI の営業キャッシュフローマージン。一方、KDDI の営業キャッシュフローマージンは同期間で 19.02% から 31.66% の範囲で変動しています。2021年3月期に 31.66% とピークを記録し、その後やや低下したものの、2024年3月期には 29.66% と再び高い水準に回復しています。ソフトバンクの営業キャッシュフローマージン。そして、ソフトバンクの営業キャッシュフローマージンは2017年3月期から2024年3月期まで 19.55% から 25.72% の範囲で推移しています。2020年3月期と2021年3月期に 25% を超える高い水準を記録しましたが、その後はやや低下傾向にあります。比較分析、全体的な傾向として KDDI が最も高い営業キャッシュフローマージンを維持しています。実際、直近の2024年3月期は 29.66% と3社の中で最も高い数値を示しています。これに対し、NTT は2019年3月期から2022年3月期にかけて安定して高いマージンを維持していましたが、直近2年で大きく低下しています。他方、ソフトバンクは3社の中で最も変動が小さく、比較的安定したマージンを維持しています。興味深いことに、3社とも2020年3月期から2021年3月期にかけて高いマージンを記録しています。これは新型コロナウイルスの影響で設備投資が抑制された可能性があります。ただし、直近の2024年3月期では KDDI が大きく上昇しているのに対し、NTT とソフトバンクは横ばいか微増に止まっています。この分析から KDDI が最も効率的に売上を現金化できていると言えます。一方で、
NTT の直近の低下傾向には注意が必要です。また、ソフトバンクは安定しているものの、他社と比べてマージン改善の余地があるかもしれません。総合的なキャッシュ生成能力の評価、NTT、KDDI、ソフトバンクのキャッシュ生成能力を総合的に評価し、丸、三角、×の3段階で表します。この評価は、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー、現金及び現金同等物、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフローマージンを考慮に入れて行います。NTT の評価は、×です。まず、営業キャッシュフローは2兆円台後半を維持していますが、近年は横ばい傾向です。また、営業キャッシュフローマージンが直近2年で大きく低下しており、17から 18% 台まで落ち込んでいます。さらに、投資キャッシュフローが一貫して大規模なマイナスを示しており、積極的な投資を行っていますが、同時にキャッシュの流出が大きいです。加えて、フリーキャッシュフローの変動が大きく、2021年度のピーク1兆5845億円から2024年度3849億円では大幅に減少しています。一方で、現金及び現金同等物は8000億円から1兆円の範囲で安定的に推移していますが、成長は見られません。まとめると、NTT は営業キャッシュフローの成長が鈍化し、営業キャッシュフローマージンも低下傾向にあります。また、大規模な投資による継続的なキャッシュ流出とフリーキャッシュフローの大幅な減少が懸念材料となっています。NTT のキャッシュフロー状況はまるで古い蛇口から水が漏れている状態のようです。営業キャッシュフローという水は一定量流れ出ていますが、投資という大きな穴から急速に流出し、フリーキャッシュフローという受け皿に残る水はどんどん減っています。蛇口を必死に締めても漏れは止まらず、水量は増えていかないのです。KDDI は丸と評価しました。まず、営業キャッシュフローが2015年度の9622億円から2024年度の1兆7065億円まで着実に増加し、安定した成長を示しています。次に、営業キャッシュフローマージンが3社中最も高く、直近の2024年3月期では 29.66% と優れた数値を示しています。さらに、フリーキャッシュフローが増加傾向にあり、2024年度では8741億円と過去最高を更新しています。また、投資キャッシュフローが比較的安定しており、マイナス6000億円からマイナス8000億円の範囲で推移しています。加えて、現金及び現金同等物が2015年度の2759億円から2024年度の8872億円まで大幅に増加しています。まとめると、KDDI は3社の中で最も優れたキャッシュ生成能力を示しており、高い評価を受けています。営業キャッシュフローの着実な成長、高い営業キャッシュフローマージン、安定したフリーキャッシュフローの増加が、その評価を裏付けています。KDDI のキャッシュフロー状況は、まるで効率的な水力発電所のようです。安定した水流、営業キャッシュフローが発電機、事業運営を力強く回し、余剰電力、フリーキャッシュフローを着実に蓄えています。さらに、ダム、現金及び現金同等物の水位も年々上昇し、活水期にも安心できる状態です。ソフトバンクは、三角と評価しました。まず、営業キャッシュフローは2017年度の8908億円から2024年度の1兆2397億円まで緩やかな上昇傾向にありますが、KDDI ほどの成長は見られません。次に、営業キャッシュフローマージンは 19.55% から 25.72% の範囲で推移しており、安定していますが改善の余地があります。加えて、投資キャッシュフローの変動が大きく、2023年度のマイナス1548億円から2024年度のマイナス9276億円まで幅広い範囲で推移しています。また、フリーキャッシュフローの変動も大きく、2023年度に1兆10億円と過去最高を記録しましたが、2024年度では3121億円まで減少しています。一方で、現金及び現金同等物は2018年度の901億円から急激に増加し、2023年度には2兆592億円まで拡大しましたが、2024年度では1兆9929億円とやや減少しています。まとめると、ソフトバンクは中間的な評価となります。営業キャッシュフローは成長していますが、投資キャッシュフローとフリーキャッシュフローの変動が大きく、安定性に欠ける面があります。ただし、営業キャッシュフローマージンは比較的安定しています。ソフトバンクのキャッシュフロー状況はまるで気まぐれな噴水のようです。水の勢い、営業キャッシュフローは徐々に強くなっていますが、吹き出すパターン、投資キャッシュフローが年によって大きく変わります。結果として、噴水の周りに溜まる水、フリーキャッシュフローの量は予測が難しく、時には豊富に、時には乏しくなります。観客、投資家は美しい噴水ショーに魅了されつつも、その不安定さを懸念しています。成長性指標、通信大手3社の成長性、過去の業績推移、
まず、NTT について見ると、売上高は、2015年から2024年にかけて緩やかな成長を続け、2024年3月期には、13兆3746億円に達しました。また、営業利益は2015年から2024年にかけて増加傾向にあり、2024年3月期には1兆9229億円となりました。同様に、同期利益も増加傾向で、2024年3月期には1兆2795億円を記録しました。NTT の業績推移は、ゆっくりと体重を増やし続ける相撲取りのようです。売上高という体重は、毎年少しずつ増え、営業利益と同期利益という筋肉も着実についています。急激な変化はありませんが、その安定感は抜群で、土俵際まで押し出されることはありません。一方、KDDI の売上高は、2015年から2024年にかけて着実に成長し、2024年3月期には、5兆7540億円に達しました。営業利益は、2015年から2023年まで、一貫して増加し、2023年3月期に、1兆757億円でピークを迎えましたが、2024年3月期には若干減少しました。当期利益についても、同様のトレンドで、2023年3月期に6775億円でピークを迎え、その後、2024年3月期にはわずかに減少しました。KDDI の業績推移は、計画的なダイエットに成功したダイエッターを思わせます。売上高という体系は理想的なラインまで成長し、営業利益と当期利益という筋肉も2023年までしっかりと鍛え上げました。2024年の若干の減少は、さらなる引き締めを目指してのことかもしれません。バランスの取れた健康的な体づくりを続けているようです。ソフトバンクに関しては、売上高が2017年から2024年にかけて大きく成長し、2024年3月期には6兆840億円に達しました。一方で、営業利益は2017年から2023年まで増加し、2023年3月期に1兆602億円でピークを迎えましたが、2024年3月期には減少に転じました。当期利益も同様のトレンドをたどり、2023年3月期に5314億円でピークを迎えた後、2024年3月期には減少しました。ソフトバンクの業績推移は、急成長を遂げた若手ボクサーのようです。売上高という体格は急激に大きくなり、周囲を驚かせています。営業利益と当期利益というパンチ力も、2023年まで急上昇しましたが、2024年には少し力が抜けたようです。これは、次の大勝負に向けての調整期間なのかもしれません。その予測不可能な動きに、観客、投資家はハラハラドキドキしながらも、次の爆発的な成長を期待しています。来期2025年3月期の見通し、NTT は、売上高について、前期比 0.60% 増の13兆4600億円を予想しています。しかしながら、営業利益は、前期比 5.90% 減の1兆8100億円、当期利益は、前期比 14.00% 減の1兆1000億円を見込んでいます。その一方で、成長分野の事業拡大により、営業利益の持続的な成長を目指しています。KDDI は、売上高について、前期比 0.30% 増の5兆7700億円を予想しています。さらに、営業利益は前期比 15.40% 増の1兆1100億円。当期利益は前期比 8.20% 増の6900億円を見込んでおり、全体的に増収増益を予想しています。この成長を実現するため、5G 構築、生成 AI データドリブンの推進、アープ収入の持続的成長、EX 金融エネルギー分野の成長を目指しています。ソフトバンクは、売上高について前期比 1.90% 増の6兆2000億円を予想しています。加えて、営業利益は前期比 2.70% 増の9000億円。当期利益は前期比 2.20% 増の5000億円を見込んでおり、KDDI と同様に増収増益を予想しています。この成長を達成するため、コンシューマ事業、メディア EC 事業を中心に全セグメントで増益を目指し、同時に生成 AI などへの成長投資も計画しています。まとめると、3社とも来期は増収を見込んでいますが、利益面では異なる見通しを示しています。具体的には、KDDI とソフトバンクが増益を予想する一方、NTT は減益を見込んでいます。ただし、各社とも 5G や AI などの新技術への投資を重視しており、これらが将来の成長ドライバーになると期待されています。総合的な成長性の評価、NTT、KDDI、ソフトバンクの成長性を総合的に評価し、丸、三角、×の3段階で表します。この評価は、効率性、安定性、キャッシュフロー生成能力、業績の推移、来期2025年3月期の見通しを考慮に入れて行います。続きの内容については、メンバーシップ限定コンテンツとなります。YouTube のメンバーシップに加入するか、ノートのメンバーシップに加入していただくことで、続きの内容を確認することができます。ノートのメンバーシップは、初月無料ですので、月末までに退会すれば、ご負担0円で、お試しすることができます。興味のある方は、メンバーシップにご加入していただければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。